はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、今日のテーマこちらということで、なんかジャニーズ問題ばっかりになるんで正直ちょっと嫌なんですけど、はい、ジャニーズ問題ということで、なんかマスコミがギャーギャー最近マスコミ関係者とかアナウンサーとか芸能人とか、なんかよくわからない人たちがよく言うんですけど、スポンサーは噂レベルで知ってただろうっていうね、まあ、だから同罪だとか言いたいのかもしれないけど、はっきり言いますが、その論理はどう考えてもおかしい。違います。はい、どう考えてもおかしいです。スポンサーは噂レベルで知ってただろうじゃなくて、スポンサー以前に、マスコミや、要はテレビ関係者や、ね、マスコミが、噂が正しいのかどうなのかっていうことを明らかにして、しないといけないのがマスコミの仕事です。いいですか。ね、はい。あの人なんかすげえ女癖が悪いんだよねとか、あの人なんかすげえなんかあれ悪いんだよねとか、そういうことを要するに言うことはありますが、それが本当のケースと嘘のケースがあるわけですよね。わかりますか？はい。で、本当のケースであるということを確定させるという作業が必要になってくるわけなんですけど、その要するに本当のことであるっていうことをちゃんと確定させましたっていうことをちゃんとやるっていうのが、スポンサーじゃなくてマスコミの仕事でしょって話です。それちゃんとやったのは週刊文春だけでしょって、日本のマスコミの中では。日本のマスコミの中では週刊文って、でも週刊文春で書かれてますよって言って、ああ、じゃあ真実かなって思わないよ、普通に。すぐそこに行かないよ、みんながみんな。そのなんか告発本とか告発要素にとかあったのは知ってるけど、どっちのケースかっていうのは分からないでしょ。分かります皆さん、どっちのケースなのって。これそれは本当に犯罪として告発されてるのか、それとも告発を利用した犯罪行為なのかっていうのをどっちなのかっていうことっていうのは確定ができないと思います。はい。まあ私からすると、スポンサーは噂レベルで知ってて、なんかシャッター下ろしてだんまりですっていうのは違いますね。いやいや、損害賠償されないだけマシやと思ってくれ。これスポンサーのスポンサーで怒れよな。何が噂レベルで知ってただろうっていうふうに言って言われたら怒り返せよなって話です。そうみんなもネスカフェ、ね、なんか ネスレかなんか、要するになんか、それは知ってたから、要するに使わなかったよって皆さん持ち上げてますけど、それもそれでおかしいですからね、理論上は。そうそう、知ってたから使わねえのが普通だよって、いや違うって話。だから、知ってたって言っても、どのレベルでだから知ってたんって話なんですよ。目の前で見たんかっちゅう話。目の前でその現場を見たんやったら、確実にこれ黒やわって言って、じゃあさっさと警察に連絡せえやって話になるけど、俺からすると。俺、はっきり見たって言うんやったら、それはわかるわ。見てこうやからそうやとか、ちゃんと俺動画で録音して、録画してたからって。はい。そんな恐ろしい状況なんやったら、もう即拡散しますけどね、私。はい。ということになるわけなんですけども、だからその論理はおかしいでしょって言われます。じゃあ、もう一つ皆さん考えてほしいんですけど、これね、それ一般人が言うやったら俺もわかんない。スポンサーにうすうす感づいとったんちゃうんですか。その前に手打たんかって、要するにずーっと要するにマスコミ、その、ジャニーズ一強の状態してたっておかしいんちゃうんですか。それはわかる。確かに。しかし、それをマスコミ関係者が言うっていうのはどういうことや、これ。それむしろ関係のない被害を拡大させる方向になる。そしたら、こう言うんですか、みんな。スポンサーの皆さんは、芸能人の中で問題が発生する、問題の噂があるっていう場合に関しては、CM を出すべきじゃないし、ね、番組に対して広告をするべきじゃないよね。もし出したとして何か不祥事が発覚したとしても、それはスポンサーの責任だよね。だから誰が出すんって。だからそんなこと言われたら出さないでしょ、普通に考えて。出します、皆さん。そっか、それも自己責任やなって。出すかって話。はい。で、それでは皆さんもちょっと覚えておいてほしいんですが、今日ポイントになってくるところとして、ちゃんともう一個覚えとかなきゃいけないのは、このジャニーズ問題は黒というのをジャニーズ事務所が認めてます。いいですか？こっから先手のひらをジャニーズ事務所が返さない限り、私の要するに論調が変わることはないです。いいですか？はい。私の論調が変わることは、ジャニーズ事務所が黒と認めてるわけなんで、いいですか？ジャニーズ事務所が報告書見たら、これは実際にありますねってやったですねって言ってるし、今の現社長が鬼畜の所業だって言ってる時点で、これは黒っていうふうになるんです。で、それとは逆のケースが実際あります。これは逆のケースっていうのをちゃんと頭に覚えておかないといけないです。だから、みんな偏った意見を言っちゃダメなんです。まず、偏った意見を言っちゃいけないです。はい。この件は
黒。なぜならジャニーズが認めてるから。はい。じゃあ、こういった要するに性加害ってのはどんどん声を上げていったらいいんですか？ダメですって話です。それは何ですか？マイケル・ジャクソンのケースがあるから。はい。マイケル・ジャクソンのケースがあるから。これも非常に痛ましい事件ではあるんですよ、例えばね。非常に痛ましい事件ではあるんですけど、マイケル・ジャクソンに要するになんか性加害されましたって言った、要するにまあ少年であったりとか少女であったりっていうことがまあ告発したということになるんですけど、まあ、いろんなね、家庭の事情があったりとか、その要するにゴシップ記事で要するに飯食おうっていうろくでもない要するに連中がいて、それを利用してマイケル・ジャクソンから要するになんかお金を奪ってやればいいんだというふうなところがあったりとか、マイケル・ジャクソンさんも要するにそのいや無罪だって言ってるけれども、やっぱ疲れてきたっていうかしんどくなってきたりして和解しましたとかいうことでなったりとかするというケースですね。はい、そういうケースが正直あるので、結論から言ってしまうと、要はこのワンパターンに物事を考えたらあかんよって話です。例えばもしジャニーズ問題と同じようなところがありましたって言ったけど、でもその要はその犯人とされる人ね、犯人とされる人がいや俺やってないと、いやしてないと、白だと主張してるのか、いや黒だと、お前黒だというふうな感じでずーっとやってきたら、これあの実際に冤罪が発生するケースでも正直あるんですけど、あのずっとお前黒だろって言われ続けるとね、黒だと思えてくるんですよね。そうそうそう、自分の記憶がおかしいのかな、改ざんされてんのかなっていうんで黒だっていうふうになって変わっていっちゃうっていうケースがありますんで、はい、このケースはこれ、このケースはこう、次起こるケースはどっちなのかっていうね、次に発生するのは何かっていう話です。ところが、それを検証するのがマスコミの仕事なんですよ。いいですか？マスコミの仕事っていうのは、これ黒ですか白ですか、噂話こんなんあるんですか、本当ですか嘘ですかって話を、その科学的な手法を用いたりとか、いろんな要するに、アポを取ったりして、これ事実です、間違ってます、噂ですとかいうのを確定させるのがマスコミの仕事ですよ。テレビ局の仕事ですよ。マスコミの仕事ですよ。新聞の仕事ですよ。そうでしたよね。はい。読売新聞も要するになんか、大統領選の陰謀論みたいな動画がいっぱい上がりまくってる時に、その私のところに取材に来たわけじゃないですか。松井さんはどういうふうなところで要するにやってるんですかっていう話になってるんやけど、そう、なら要するにこういうふうにこうですよっていう説明して、でも私は申し訳ないけど今のは行き過ぎてると思うと。で、大統領選に関しての情報に関しては行き過ぎてるし、あれ PV 稼ぎたいだけだと俺はもうでって話なんだ。だから俺のこと悪口書いてえよって言ったわけですね、例えば。その検証作業をするためにマスコミがいるし取材するし、要するに半分人権を侵害するような取材でも許されてるんでしょって話なんですでしょって話です。はい、ということです。はい、で一応言いますが、噂レベルで知ってたろって言うんですけど、噂レベルのことを真実とするんだったら松井君極悪人ですはっきり言いますけど、はい、今まで散々むちゃくちゃ言われてますから私。はい、これ、一応言いますけど、ネットの世界だけでしょって言われてるかもしれないけど、リアルでもありました。はい。リアルでもありました。はい。あのね、一つお出しますけどね、俺でも嘘情報を昔から大量にばらまかれてるから。あの、いろんな塾とか家庭教師とかさせてもらったんですけど、俺の情報どないなっとんねんと思うくらい、わけわからん情報になってたからね、これ。まず一つ目はこれ。スパイってね。はい。これが、YouTube 始めてから俺スパイって言われてんちゃうのずっと。この YouTube 始める前からスパイ疑惑ってずっとあんのよ、これ。意味わからないの、スパイ疑惑って。これなんでかというと、もともと俺 SNS ほとんどっていうか、全部やってなかったんですよ、SNS って。はい。なんで管理にならんのに友達と繋がってどうすんねんって話になるんで、私 SNS とかがもろ嫌いなんで、で、自分の情報を基本的に表に一切出ないようにっていうような感じになってたわけですよ。で、私の情報を検索しても、一切出てこないんで、その、なんか、これは知られてはいけないがために、なんか情報を要するに完全に取得されてるんではないかみたいな感じになったらしいんですもん。なったらしいから、スパイじゃねえかっていう話になります。はい。まあ、二つ目ということなんです。まあ、暴力団じゃないかっていうの、これもありましたね。はい。これは学生時代の時からもそうですし、そうですね。だから、暴力団を締め上げてたっていうか、締め上げてたっていうか、まあ、せっかくには説教してたということになるんですけど、数時間にわたって説教を延々とかますっていうね。だからそれ違うでしょっていうね。君たちは反社会的な勢力として生きてきたわけなんだから、なんで僕がいちいち君らに怒られなきゃいけないんだっていう話を延々としてたわけなんですよ。そうでしょ。私はルールを守って生きてきてるのに、なんで君が要するに道の真ん中歩いてんねんっておかしいやろっていう話を、まあ延々と正論言い続けたっていう話になるんですけど、まあそれを見た結果、なんでか知らんけど、これ暴力団になりましたね。
はい。はい、あと警察の要するにこの辺の江戸川区かなんかで警察の要するにパトカーから出てきてありがとうございましたって言う。だからそれはそのね、あの警察に要するに、あの警察に要するに、なんて言ったらいいのかな、あの協力したわけなんですけど、協力したからありがとうございましたって言うけど、その切り落とされるのはパトカーから出てきた松井先生が頭下げられて、ここだけ切り取られるんで、もう完全にヤバい人みたいになってましたよね。あれは何なんですかとか言って、でバーッて広がりますし、はい。今3つ目ということになるんですけど、体罰したありません、一度もありません、松井先生。はい、あのこれは松井先生の要するに教育哲学みたいな感じになるんですけど、体罰せなあかんような状態の子供は塾に来てはいけないっていう、はい、そこまでして直さなきゃいけないのはもう塾に来るべきではない。ここは公教育ではなくて私教育なので、学習塾なんであって、はい、公教育でじゃないんです、ね、少年院でもないんで、そう言ってわからないやつっていうか、その話してわからないやつを要するにどうこうする義務は俺にはないっていう考え方の派閥の人間なので、はい、だから私学習塾が好きなんですよ。私は学習塾の経営がなんで好きかっていうと、勉強したいですと言って門を叩きましたと。いやでも勉強は全然あのサボっちゃうんですってやる気が出ない、それは分かると。分かるけども、塾に要するに来てるということは勉強する意思ありと見てる、いいよねって。そう、それ対話せなら治らんっていう状態になったら、もう俺はもうそれは無理だよって話、はっきり、はい、っていう考え方なので、そう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 。で体罰すると基本的に要するにすごい勢いで迷惑かけちゃうんです。これあの塾の先生やる人たちだったら覚えておいてほしい、まあ、学校でも一緒なのかな、はい、するとあのすごいことになってしまうので大体、まあ、ダメですよということですね、はい、だから宿題ちゃんとやってもらわあかんでしょって言って、厳しく要するに厳しいか、まあ淡々と要するになんでできなかったんですかっていうふうな感じであの言うんで、まあある意味で言うなら確かにあのその淡々とやるのが体罰が怖いっていうケースが見えるのかもしれませんが、それであの出回ったっていうのはありますね。はい。てか、ね、基本的に皆さん覚えておいてください。あの、教育業界にいる人間で、あの、なんていうんですか、特に塾の業界にいる人間で、あの、成績下げたらっていうか、何らかの理由で退塾したりとか、塾を辞めますって言ったら、まあ悪口言われます。まあね、ないことないこと言われますから、はい、まあ、それはまあ覚悟の上でやっといてくださいって、まあ、でもしゃあないですよね、それはね、はい、でも別にこれ、それは子供が悪いとも、親が悪いとも思わないんで、全然、はい、それはまあ、私が未熟だったとか、力不足だったっていうような話ですね、はい、でこの辺はまあ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 、許そうって話だ、で、こう次はこれな、統一教会やろ、創価学会やろ、で、カルト宗教の教祖やろ、あのね、前2つまではまだ分からんじゃないよ。お前、統一教会の関係者、都合やろ。まあ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 。政治関係の話とか言ってんの。俺、いつ安倍晋三さんを、要するに、安倍晋三元総理とかをね、あの、素晴らしい人ですねって言ったことないんだ、俺。俺、清和会に関してはどっちかというと、反清和会に近いのに、なんで統一教会やたら来んのかわからないっていうね。そう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 。はい、5つ目や、5番目な。お前、創価学会の関係者だろって。まあ、確かに私は、そのね、公明党の批判とか全然しないんで、はい。まあ、山口代表大好きなので、はい、山口代表好きだし、東京都やったら、あの人忘れた。東京都の、まあ、女性の方が、要するに、参議院議員でいらっしゃいますけど、別にいいんじゃないっていうか、別にいいんじゃないってことを、いい活躍されてますねっていう。ツイッター誰も見てないですけどね。ツイッター誰も見てないから、俺は、ああ、そういうのあるんや、って言ってね、今見てるっていう感じになってるんで、別に何の、あれもないんですけど、はい。そう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 。まあ、あのね、あの、視聴者の方から言われて、そいつら立正厚生会の人間ちゃうんですかって言われて、俺、ようやく納得したけどね。そこまで嫌うって基本的にありえないと思うんですけどって言って視聴者が言われて、ああ、確かにねって言われて。はい。確かにそうかと。だから、なんかの宗教のことをボロクソに言うやつって、ちょっと皆さん覚えておいてほしいんですけど、共産主義者か別の要するにそれをライバル視しているカルト集団か何かとか宗教団体とかっていう可能性あるんで、皆さん気をつけてください。はい。で、6つ目が、カルト宗教の、教祖って、どこにあったホームページ。どこにあったホームページ。確かに若干カルトっぽいコメントは並ぶな。あとも大丈夫かなって思うときあるけどな。はい。いう感じになるんで、まあこんな感じですね。はい。まあ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 、ここまで許そう。はい。7番目。これ、親父にも言われたゲイって。はぁっていう。行く先々で言われる上に彼女にも聞かれるからね。ゲイじゃないですよね、あなた。
違いますっていうね。はい。はい。昔からそうですね。先輩の、先輩と仕事が、要するにそのサークルで仕事で、まあ、終わらなかったんで、先輩の彼女さんにできてないよねって、追求入ったからね。そんなに俺が信用できないですかみたいな。はい。いう感じなんだけど、先輩の、そうですね。先輩の彼女さんから、先輩も疑われて、俺も疑われてっていう、ダブルで疑われてましたからね。はい。いう感じになりますね。はい。そして8番目ということなんですが、女性のパトロンがいる、どういうこと？多分、これね、初期の頃は特に多かったですね。初期の頃お客さんいないっていうか、まあ、今もあんまり、要するにコロナが3年間やってからってお客さんだいぶ減っちゃったんですけど、初期の頃もそうだったんですけど、まあ、ほとんどお客さんいないんですよ。まあ、2人とか3人とかでスタートするんですよ。そうするとね、家賃もろもろ抜いてね、月の収入2万とかになるんですよ。爆笑でしょ？月の収入2万とかになるわけですよ。で、そうすると生活できないじゃんみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。ただ、私自身、ある程度お金を貯めてからスタートしてるっていうと、初めから絶対うまくいくことはないと思ってたんで、そもそも要するにやってるっていうと、あとは、要は、私、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、コストが、製造に必要なコストがそもそも低いんで、まあ、生活ができてるっていうか、女性に食わしてもらってるとかで、食わしてもらいたいなとか思いながらね。はい。まあ、よくわかんないですけど、全然もうモテないし、俺ね。はい。全然モテない。モテるのか。モテるはモテたのか。ストーカーされてることに気づかなかったっていうケースやから、そうか。モテてはいいのか。あ、だからパトロンがいてもおかしくはないのか。あ、そうか。いてもおかしくないな。そうね。そうね。はい。言ってくれればよかったんですけどね。好きですって言ってくれたらね。すいません、お金がないんでパトロン状態になっちゃうと思うんですけど、ごめんなさいって言ってね。はい。はい、9番ということですが、女性問題。これもそうですね。行く先々で、町先生って誰々と付き合って、誰々のジムの誰々さんと付き合っているんですかとか。とか、まあ、道端で要するに保護者だという話してたりしたら、まあ要するにこうこう、ああ、そうですね、こうでこうでこうやられてる、いいですね。で、僕別にその人に、その途中で要するに話しかけられたからって、いやーとかないんで、別に。まああったら、できればこうですねとか言って話はできるだけしてたんですよ。そう、悩み解決の手助けになればいいかなとかいろいろ思って、まあ、やってたんですけど、どこどこの保護者とできてるんですかとかしょっちゅう言われましたよ。週刊文春や新潮より立ち悪かったんですよ。はい。で、まあ10番目と、これはまあ皆さん知ってる方は知ってると思う、これロリコンっていうの、これしょっちゅう出ましたね。はい。これね、単純にね、モーニング娘。ってこれ知らなかったんですけど、モーニング娘。ってこう、まあ、あって、最後に丸つけるらしいんです。最後に丸つけるらしいんですけど、私癖として、例えばジャニーズ問題丸みたいな感じで、なんかやたらこの丸をつける癖があるらしいんですよ。俺それ見て初めて気づいたんですけど、ある日突然保護者から要するに来て、先生、あの噂ほんまなんですかみたいな。は？みたいな話になったら、モーニング娘。の様子にファンなんですかって。見える？ね。モー娘。と誰々ちゃん可愛いとか言ってそう。な。一人も覚えてんで。てか、AKB 誰か知らんしな。はい。あれだけ知ってんだ。前田敦子だけ知ってるの。はい。前田敦子さんと金太郎の区別ついてないからね。金太郎知ってから前田敦子知ってますから。はい、金太郎さん知ってから前田敦子知ってるんで。はい、うちの前田ちなみに AKB 全部知ってましたよ。なんでかというとパチンコで AKB でずっと玉ずっと出し続けて、ああ AKB の何々でじゃんけんしてんのかとか言ってね。パチンコから入るみたいなね状態でしたけれども、はい、ということですね。はい、ということになるんですけど、まあ、やったら来るんですけど違います。はい、勝手にやる。はい、まあでもね、10番まではまあ許せるわ。まあ、週刊文春とか新潮とか見れば、まあ、出てきてもおかしくないじゃないですか。基本的に。こっから、11番目これ。闇の支配者って何や、闇の支配者って。はい。そう。なんか佐京さんかなんかね、俺なんか魔界のトンネルかなんか開けようとしてるとか、もうなんかわけわからん世界、SF の世界やな。12番はテロリストのボス。これ言っとくけど SNS やる前から俺言われてるから、これ大学の時代のテロリストのボスって言われてる。
そうそうちょっとこの辺の中東の地域で多分要するにあのなんかテロ起こるんちゃうかっていうんでちょっと計算してたんで経済とか計算してたりとかその動脈路とか計算してたりしてあこの辺でテロ起こってもおかしくないよねって注意しとかなきゃいけないよねって話をしてたりとかなんで言ったらその後になんかテロが勃発したりするからそうすると要はなんでそんなの分かってるんですかって裏で全部要するにやっていっちゃうんですかっていうはいいう感じですこれ慶応での政治ですかね、はい、これ慶応での政治ですかねみんな頭いはせん頭おかしいんちゃうかと思うんですよね、はい、で13番もうここから先ですね、はいまあ、まだここまでは人間です、はい、ここまでは人間です、はい、13番目宇宙人っていうねあの爬虫類宇宙人とかもう好きにしてくれっていうねサイボーグとかね悪魔とかねもう悪魔に至ってはもう人間ですらないですからねベムベラベロみたいな状態なんですよはいいう感じになるんですけど、まあ、こんな感じのことで私でさえ私はそういう星のもとに生まれてるのか、はいまあ、私でさえこういう風に、まあ、YouTube やってたりとか、まあ、普通に活動はしてないか YouTube とかいろんなことやってたりしたらこういう噂話っていうのは出るわけなんですよこれ全部嘘ですから、はい、ほんまな情報はちゃんと言ってますからちゃんと暴力団締め上げることだってありますっていう。はい、ありますっていう。カルト宗教とか、マルチ商法から出禁食らったことはありますとか、そういう話ですから。はい。じゃあ、この状態になってますって話なんですけど、噂があるからスポンサーやめまーすってみんながやったら、どうやって芸能人で生活していくんだよ。どうやってテレビ局生活するんですか。じゃあ、この十何人のうちなんか、要するに不倫問題を起こして、そう。はい、じゃあ、やめまーす。ね、この要するに人要するにあのなんか問題起こしそうはいやめまーすってそんなんやったらもう全部要するにアウトになるなりませんはいいう感じになるわけでしょって話だから大事になってくるのはスポンサーは噂レベルで知ってただろって言ってマスコミが要するにブー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 文句言うことじゃなくて噂レベルの状態なの真実か嘘かをちゃんと解明しなかったマスコミの責任でしょって話です。そうそう。っていうことを私は言いたいわけです。で、なんでこれを言うかっていうと、マスコミをぶっ潰したいからじゃないんですよ。このマスコミが自分がやらないといけない責任っていうのを、ジャニーズに全部押し付けてます。ね。ジャニーズのタレントの人たちに全部押し付けてます。ね。ジャニーズに要するに支援してますって言ったら、スポンサーに責任を全部押し付けようとしてます。スポンサーで要するにやってる要するにタイアップとかに全部押し付けようとします。じゃあ、にもかかわらず自分たちマスコミは全然要するにその責任に対して問いませんよって、20年間も何十年間も隠蔽してたのに加担してましたよって、ね。ということです。で、自分たちの要するに腹探られたくないことは言いませんよって。腹探られたくないですよ。こんな体制取ってたら余計悪化するでしょって話をしてるんです。大変なことになるでしょって話です。いうことですね。はい。というわけでね、ここの視聴者の方はね、皆さんもしっかりと覚えとかなきゃいけないんですけど、だから何回も言うと、スポンサーの責任じゃないよってことなんです。定期的になんかずっとそのみんな現実から目を背けたいのかもしれないけど、スポンサーの今の対応合ってるんで。今の対応合ってるんで、はっきり言うと。おかしいからとりあえず引き上げるしかねえじゃんなんですよ。で、ジャニーズは今一生懸命要するにその海を出し切るということをやってるわけでしょ。不十分ながらやってるわけでしょって。ね。やってきますって。それを要するに、ファンなんやったら見守らなかったんですよ。俺だって言いたいよ。中丸くん大丈夫かなとか、ニノさん大丈夫かなって言いたいよ。ね。村上さん大丈夫かなって。俺は村上さんの要するに、ファンだって公言してんけど、むいちゃんの関ジャニのファン、誰一人として村上さんのこと、今は違うよ。村上さん、ない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 って言われてうちの親父にいたっては、スマップの森くんって言ってよ。すぐいなくなってる。はい。すぐいなくなって、親父悲しんでた人って。何十年も経って森君要するにオートレーサーで活躍しとるらしいなーつってなんかスポーツ新聞かなんかで喜んでてでしょって話じゃあファンとしては要するにそのジャニーズが問題直してきますって言ったら問題を直してこほうに一生懸命頑張らないといけないでしょとにかく3ヶ月から6ヶ月かかるのか知らないけど1年かかるのかもしれないけれども直るように応援していかないといけないでしょ例えばで、スポンサーに関しては、それは要するに基本的には罪ないので、残念ながら。はい。残念ながら、どう言おうが、スポンサーお金出してた人なんで、消費者が責任を被りますね。明らかにおかしい話なんで。はい。じゃないよって話なんです。ね、その現実界は、目を背けて、要するに大変なことになってて、そして、どんどん首が締まってるのはどこですかって言ったら、マスコミやってって話です。
そうでしょって。だから、もうマスコミは要するにこの問題が発生した原因っていうものをちゃんと直していくようにしましょうっていうことをしないといけないわけでしょって。それ電波オークションするでもいいし、その要するに縦割りで要するに全部要するに記者クラブで全部が全部がめってるっていう状態もあるのもおかしいし、それジャニーズの担当者が要するにキックバック金もらってたとか、どうせ女がどうのこうのとか絶対あるでしょ。そういうことはしちゃダメだよねっていうことをちゃんと要するにルール作っていかないといけないでしょって話です。でも、マスコミの中にもそういうルール作っていかなあかんよねっていう人はちゃんといるから、俺はそれを要するに、そっちが買ってほしいと思ってはいるけどね、一応。そう。別にそれは正義の味方だからそれを言ってんじゃなくて、それ以外に生き残る道ないやんって話です。やること一択しかないやんって話です。はい。よろしいでしょうか。だからこの問題はちゃんと要するに皆さん考えておいてくださいと。この発言するとどんな社会になっていくかでもうちょっと考えてって。もっと大きな視点で考えてみる。村上くん大変とか、まあ、村上くん中丸さん、二宮さんのファンがどんだけおるのか知らないけど、この三人俺応援してたんやでって言われて、なんか話合いそうなやつなかなかいないかもしれないけど、はい。ここはポイントにやっていくのはこう。だから、スポンサー噂レベルで知ってたら、だからお前らも加害者だろっていうのは、その論理で行くんやったら大変なことになるよって話。その論理で行くんやったら、マイケル・ジャクソンみたいなことが起こった時に、今度は無実の人間が要するに裁かれるっていうことになっちゃうよって。これが言ってるよね。で、二つ目が、噂レベルで要するに、スポンサー辞めますって言ったら、もうどこもスポンサーつくことができないんですよって話です。OK。はい。ということで、ね、熱くなってますけれども、それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。